しいです。あいつとね、ここで待ち合わせしてるんで、もうそろそろ来ると思うんですけど。さて、今日はどこ行くんですか？今日は、ちょっといつもの俺らの本コースが、ちょっと今日いい天気で、今日 DC 超寒いんですけどね、毎年この季節は普通に0度以下とか。今日はすごい暖かい日で、半袖でもう半袖でいけちゃうぐらいで、だっていつも0度とかでしょ。うん、寒い、めっちゃ寒い。5、6枚着てフルしてますよ。奇跡だ。ちょうどいい時に来た。何これ？チックフィレ。あ、お腹すいた。俺もなんかチックフィレ、チックフィレ。日本にないっすよね。日本にないっすよ。アメリカでは結構ポピュラーだね。いや、超ポピュラーですよ。マックより下手したらポピュラーかもしれない、ね。マック派と、まあ、チキン、チキンのバーガー。こんな混んでるし。はい、こんな感じ。はい、聞こえ。ハマってるんですけど。チックフィレだ。いいね。音楽かかっちゃうじゃん。かけられないじゃん。あ、そうだよ。やめて。はい、やめますよ。いろいろ大変ですね。ノンコピーライトの音楽流さないといけないじゃん。ミール、ミール、ミールだっけ？ミールで？コーク？あ、スパイシーチキン。コーク。はい。タケ TAK。And how may I serve you? Can I get one spicy chicken sandwich? はい、英語だっけ。ミール。And what drink for this meal? Coke. Right. Coke. Anything yeah, else? Coke. Can I get one grilled chicken sandwich and just a Chick-fil-A chicken sandwich? The grilled chicken sandwich? Mm-hmm. And then another? And, yeah, right. Any sauces at all? I'll have two Chick-fil-A sauce and yeah, that'll be all. So a spicy sandwich, medium fry, follow that white sedan over the Scion at the merch point. All right, thank you. My pleasure, have a nice day. Pickles, you need ます？いるいる。あ、いるんだ。俺のは取っときましたけど。そのとピクルスうまいじゃん。いや、俺あんま好きじゃない。あれが頼んだやつ。一番が、あ、二番が翔太さん頼んだやつで、一番が俺が頼んだやつ。これ日本に来てほしいよね。うん。チポートレとチックフレは来てほしい。そうね。タコベルいらなくないですか？タコベルはね、タコベル東京渋谷で見たんですけど、うん、でも俺好きだけどね。安いから。でも日本のタコベル全然安くないですよ、ね。あ、そうなの？全然高いですよ。だってこっちだとブリトー1つ1ドルとかじゃないですか。もっと高くないですか？日本、俺行ったことないですけど、多分絶対高いですよ。跳ねてんじゃないの、持ってきてる人が。Have a great time. You too. Thank you.はい、どうも。はい、どうも。どれが勝負なのか。とりあえずブロックコース行きますか。そうだね。うまいわ。うん。アメリカ来たなって感じの味だね。うん、太りそう。うん。顔めっちゃむくんでるって言われてましたね。そうだね。いや、多分今日もむくんでるよ。ベルロベロだったもん、飛行機。どんどん飲ませてくるからさ、キャビンアテンダントが。飲みまくったんですか、飛行機の中で。うん。でもどんどん食べさせてくるからさ。今体重どれぐらいなんですか？わかんない、測ってないもん。72ぐらいだよ。ライブの時見て思いましたもん、インスタライブで。顔、ブクブクだなと思って。あの、昼飯の時。うん。今、そうでもないですよ。感動？うん。うまいね。うん。やっぱりポテトは食わないの？ポテト俺、そんな好きじゃないんですよね。あ、ほんと？うん。脂っこすぎる。怖っ。やばい、あいつ乱暴すぎ。
かもあれ左曲がっちゃいけないレーンから、うん、強引に曲がってましたよ、うん、だよね、うん、普通で思った真ん中のレーンから、うん、左のレーンにいる左専用のやつを越して、うん、回ってました、うん、まあこれが日常茶飯事だもんね。さすがアメリカ、うん、ソースいります？うん、いや、チックフレーのソースもらいましたよ。これうまいの？めっちゃうまい。ああ、うん、ソース超うまいです、うん、まあいいか、これぐらいで。ちなみにポテトはこんな感じの形、特徴的な、うん、ということで、バイバイ。はい、時刻は3時半ちょっと俺の授業があるんで、4時からね、4時から授業があるんで、スロープレーすぎて、スロープレーすぎて、だって半6ホールもあるのに2時間ぐらいかかります。そうそうね、コースが混みすぎてて、ちょっとすいません、僕がちょっと授業に間に合わなきゃいけないので。そうですね、7ホールで終わりということにします。明日ね、明日と明後日いいコースもあるんで、まあ、明日わかんない、明日まだわかんない、予定わかんない。まあ、まあ、こちらの動画をお楽しみ。はいはい、はい、どうも。え、どこ向かってんですか？今は学校向かってます。学校ですね。クラス着きますね。入れんの？いや、入れないです。いや、めっちゃ少数、うん、少数、少数、少数めちゃ30人ぐらいしかいないんで、さすがの勝負様もちょっと、さすがの俺でも無理だ、ちょっと無理っすね。うん、レースの ID、 今日飯は何ですか？夜ご飯、うん、何食べたいですか？チッポレ。ちょ、ほんと嘘でしょ？ほんとなんで、俺アメリカ来たらまずチッポレ食いたい。チーズケーキファクトリーだとかじゃないですか？何それ、知らないですか？知らん。じゃあチポトレでいいか。アメリカまで来てチポトレ、昼飯じゃないですか？チポトレだって明日チポトレ食べればよくないですか？じゃあ 何食べるの？ステーキ。ステーキ、いやステーキとか、いや、どうしよう。チーズケーキファクトリー知らないですか？いや行きたくないよ、チーズケーキ嫌い。いやチーズケーキを食べるとこじゃない。そうなの？まあチーズケーキは置いてるけど、うん、いろいろ置いてある。アメリカンな感じ、アウトバックのもっと美味しい版。アウトバックの美味しい版なんてあるの？あるあるある。アウトバック、じゃあアウトバック行きたいな。アウトバックないよ、ここら辺。ないの？ロングホンステーキ。ああ、ショウさんの好きなフーターズ行けばいいじゃないですか。ああ、いや俺じゃないよ、カツヤだ。カツヤさんがさ、俺行ったことないんですよね、フーターズ。日本にできたんですか？日本に結構あるよ。そうなんですか？だって、あ、いや、何個かあるのは知ってるんですけど、そんな俺巨乳好きじゃないからさ、あんまカツヤさん大好き。そうか、カツヤ大好きだからさ。なんか1個の動画でなんか言ってましたね。俺巨乳としか話さないから。そうそうそう。バカだよな。あの一つのサッカー場で、これが朝7時に筋トレする場所。ああそう。なんかこの中で。こんなでかいの？うん。全部筋トレ？いや違う、中にインドアのトラックフィールドみたいなのがあったりするから。すごっ。あれもあるか、うん、これ全部キャンパスだ、中今全部キャンパス。あ、これじゃあキャンパスの中を走ってる。中を走ってる、そうそうそう。で、ここはなんか一般人のジム、うん、一般人っていうかこうアスリートじゃない、ユーラッチ所属してない人たちのジム。あそこが一つ、2年生の時住んでた寮。あ、これが寮。そう、一つドーム、ホワイトトップっていう寮。これがドーム。なんか外観は綺麗だね。そうそうそう、中も結構綺麗ですよ。あ、マジで、うん、いいじゃん。最悪だって俺の寮。そうなんすか？めちゃくちゃ汚ねえ。2年生とかも？いや、1年生の時。あ、1年生の寮はあんま綺麗じゃないですよ。あ、そうなんだ。うん、これは2年生とか。あ、2年生用とかもあんだ。いや、2年生用っていうかこう上級生用みたいな。ああ、もう2年生の時からはもう選べるんで、どこに住んでるとか。あ、そっかそっか。だってさ、バスルーム共用じゃん。ああ、1年の時はそうでしたね。それ最悪だよね、超汚い。うん、あ、でも毎日掃除の人来るからそこまで広くなかった。ちゃんとしてるかどうかも分かんないじゃん、こっちの人。まあまあまあ、すいません。あ、そう、あれロボット。え、これ見て、
何これ、あれ食べ物届けて、たあのドーム、家、あの寮に住んでて、うん、学校内の、うん、レストランとかで頼むと、うん、これのロボットに飯入れて、うん、寮のあれまで運んでくれる。嘘、入り口まで。何これ、道路渡れんの？渡れる渡れる。やば、そうそうそう、やばくね、あれ。そうそうそう、だから最先端すぎん。寮の目の前まで来ます。へ、うん、Uber Eats みたいな感じ。ああ、すぐいっぱいになっちゃうからね。そうそうそう、学校の駐車場は、駐車場いっぱいあるんですけど、タイヤめっちゃ滑るな。タイヤ変えたばっかなのに、なんでこんな滑るんだ。到着。何が？もうこういう講習の前で動画撮ること恥ずかしくなりました。一人はね、恥ずかしいよ。俺がいれば。そう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 。俺はあんまそういうの大丈夫なんですよ。あ、いける一人で。俺はいける。やってみてね。どういうこと？え？一人でちょっと喋りながら。いやいやいや、なんで行くんですか。いやいや、行かなきゃ。なんだよ、できないじゃん。じゃあそういうんじゃなくて、恥ずかしいか恥ずかしくないかっていう感じ。ああ。うまくできるかできないかじゃなくて。いや、俺もこれ食いたかったんだ。今7時なんで、7時に閉まるの。これアメリカ来たらこれ。もう閉まってますけど、学校にいろんな食堂があるんですよ。すごいね、これ、うん、でもキャンパスにもっと、ここだけじゃなくていろんなレストランあります、ね、うん、キャンパスにバーありますね。マジ、うん、飲める、酒飲めんの。大学で酒飲める。何それ。スペシャルです。うわ、このストアでジョージ・メイソングッズが、メイソングッズがいっぱい置いてあって、なるほどね。で、下にはなんか教科書が並んでて、うん、教科書をここでもらう。視聴者にプレゼント？プレゼントですか？いらないでしょ、ジョージメイソン。ありがとうございます。いらないでしょ。ありがとう。ありがとうございます。ここが図書館。あ、これ図書館。5階？4階か5階だって。おしゃれなカフェがあるね。これはアルゴティカオス。いろんなお茶が置いてある。都会の学校ちげえな。すごいわ。めちゃくちゃでかいんですよ、これ。奥行きがすごい。うん、ここだけ見るとすごい狭く見えますけど、ものすごい大きい。JMA より全然なんかおしゃれ。マジですか。JMA どんな感じなんですか。いや、まあ行くからわかるか。あ、そう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 。行くの。アナザースカイやるから。アナザースカイ。うん。余計なこと言えない。面白い。親が見てんの面白い。いや、親もう全員見てますもん、家族も。もううちの親は見てるけどね。見てるじゃないですか。毎回高評価をしてるよ、なんか。ああ高評価お願いします。ほら、スターシップいるじゃないですか。うん。すごいよね、これ。すごい、すごい。マジハイテク。ちょっとすごいな。こうやって前でると止まるんですよ。あ、止まった。ほんとだ。すげえ。すげえ。これで、食べ物を運んでいるってことですか。そうそうそう、中開けたら食べ物デリバリー。そうそうそう、なんか暗証番号かなんか送られてきて、それを打つとこれ寮に届くの。うん、届きます。うーん、でもあんだけ小刻みに動いたら食べ物ぐちゃぐちゃになりそうと思うんですけど。だってもうみんな気にしてないもん、このこと。うん、何これってなんないの。いや、まあ学校の人はみんな知ってるから、うん、いいけど。しかもたまにこう、何、ふざけたやつがこうやって前立ったりして遊んだりするんですよ。ああ、そうするとずっと進まないんですよ。ああかわいそうやね。全然つかない。そうそうそう。乗ったりするから、うん、こっちの人ふざけて。これ全部寮。そうそうそう、これは全部寮。ああ全部寮で駐車場。うん、駐車場はものすごいいっぱいあるけど、これは、うん、屋根付きの4階の駐車場。駐車場でかいね。うん、駐車場ものすごいいっぱいあるんですけど、
やっぱり大学生が、4万人で、うん、大学院生が多分2万人ぐらいいるんですよ、うん、だから合計6万人ぐらいいるから、これでも足りない。あ、そうなんだ。全然足りないです。もうだって週月から金曜とか、うん、昼あたりに来るともう全然、ここは特にキャンパスのメインに近いんで、うん、一番人気なスポットなんですよ、駐車場、うん、一番人気なスポットだから、屋根もついてるし場所いいもんね。そうそうそう、だから全然スポットどこ行くの今から。うちの近くのチポットで行きます。翔太さんがチポットでどうしても食べたいって言うから。食べたいね、絶対食べた方がいい。アメリカ来たら赤信号で右行けるのって日本行けないですよね。左行けないですよね、うん、行けない。これダメじゃないの言っちゃう。俺これ OK ですよ、言ってオンリーオンリーってね。え、右、この車線は右しか行けないと思います。ただ赤でも右は行けますよ。信号無視してない。無視してないです7年ぐらい、あ、6年ぐらい運転してますからね。あ、そんな運転してますよ。高校の時も持ってましたもんね、免許。16で取りましたもん。マジ15でパーミット、仮免取って、16で免許取りました。サウスカロライナ。はい、ショートさん。もう頼んじゃったけどね。頼んじゃった。そう、はい。ショートさんは、あ、ダイスと、何ですか、チキンももらったんですか。チキンですか。チキンと、ラッキThat's all. 肉のオプションもステーキとかチキンとかポークかな、これは豚かな、あとサルサとめっちゃカレー。 OK 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 OK。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。恥ずかしくないです。大丈夫。あ、全然大丈夫です。はい、サルサ。うん。これがチーズとアボカドのグアカモレ。そう、アボカドのレタス。これ、マイルドとミディアムホット。マイルド、ミディアム、ホット。ホットはめっちゃ辛いです。はい、どうも。はい、辛い。はい、辛い。これでいくらですか。知らない。8ドルぐらいですね。7ドル90セントぐらい。安い。これくらってなると、グアカモレ足すとちょっと高いんですよね。そうです。めちゃくちゃ待たされる会計に。もう翔太さんの食べ物はできてんのに。ここにあるのよ、うん、そこにあるのに5分以上待たされる。もうすごい待ってるクレーム、クレームいったらどうですか。ダメダメ。いい人だから言えない。言えない。優しいから。優しいから。ああ、そうっすね。何飲むんですか、ショートさん。ダイエットコーク。ダイエットコーク。いろんなアメリカはね、飲み物。セルフだ。コカコーラ、ノンシュガーのコカコーラ。これは分かんない。あ、ルートビア。とピブエクストラ、はい、いろんな飲み物があります。何にしよう。はい、最高なんですよ。じゃあ帰って家で食べましょう。はい、はい、どうも。はい、どうも。はい、じゃあこれで開けてください。俺が開けんの。そう、はい、これ、はい、どうぞ。ジャパニーズナースはい、俺の友達が分からない、俺のこと待ってるから。はい、分からないか。あ、右、右っす、右っす、右回しっす。はい、いや、はい、どうなるか。誰もいないけど。あ、誰もいない。マジで誰もいないけど。嘘、本当。